アーチです。今日は100分の1バルバトスループスレックスの指の延長をやっていこうかなと思ってます。指の延長ですね。この指がだいぶ先が丸いんで、これを尖らせる加工をしてみましょうかね。はい。用意するのは、まあまあ、ピンセットとか、デザインナイフとか、あとまあ、ヤスリですよね。あと、ボンド。と、プラ板です。こういう感じのね、ちょっとまあ、細かく、ちっちゃいんですけど、1ミリ厚のプラ板ですね。うん。こういう感じです。これを用意します。で、まあ、これを、このプラ板を、ここにくっつけて、それを削って尖らすっていう加工になるんですけども、まずは、この棒ヤスリで、この接着面のね、この先っちょを削って平らにしてあげます。こういう感じですね。こうすると、接地面が広がるのと、あと、ヤスリかけると、食いつきが良くなるんで、ひっつきやすくなります。じゃあ、今度は、このプラ板をここに接着していきます。はい、できました。これでね、完全に乾くまで待って、乾いたら、ここを削っていくという感じですね。一日置いてボンドが乾いたんで、じゃあ削っていこうかなと思います。こういう形ですね、今ね。まずは大まかにニッパーでカットしていきましょう。この指の形に沿ってね。こういう感じである程度カットしたら、あとは棒ヤスリで形を整えていきましょう。こういう感じですね。ちょっとね、プラ板が足りなかったかもしれないですね。一枚だとね、あんまり尖ってないんですけど、とりあえず棒ヤスリで大まかに削ってみました。あとちょっと紙ヤスリで調整してみます。とまあこういう感じですね。尖ってるの分かりますかね。でもちょっと尖りが足りない気がしますね。プラ板2枚貼った方がいいかもしれないですね。乾きました。プラ板2枚ですね。これで延長していきましょう。まずニッパーでカットしていきます。大まかに。でカットするときなんですけど、ここ持っちゃうともげる可能性があるんですね。なのでニッパーで挟んだら離して切る。はい。まあまあこうやると変に力がかかったときに取れないですよね。どうしてもこっち固定してやっちゃうと、ニッパーの力と固定の方で取れちゃう可能性があるので、これで大まかにカットしていきます。で、ある程度大まかにカットしたら、あとはヤスリで形を成形していきます。はい、棒ヤスリでの削り出しが終わりました。うん、これぐらい伸びてればかっこいいんじゃないですかね。あとは紙ヤスリ、まあ400番ぐらいですかね。で形を整えて、最終的にもうちょい番手の上のヤスリで仕上げて終わりです。はい、まあこういう感じですかね。うん、この形を作り出してる時が楽しいですよね。うん。これを全部の指、まああと9本ですね。やっていきましょう。はい。というわけで、指の加工が終わりました。結構尖ってますよね。うん。こういうのね、形作っていくと、うまいこといくとめっちゃ楽しいんですよね。で、あと、後ろの部分、ここですね。ここもちょっとつながってたんで、カットして薄くしてあります。これで手の加工は終わりですね。あとは
色塗ってっていう感じになります。あとついでにメイスの先にあるパイルバンカーも尖らせておきました。うん、これで見場がだいぶ変わると思います。じゃあ次はランドセルでもちょっと加工してみましょうかね。今日はこの辺で、またね。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いいたします。あとコメントとかいただけると大変嬉しいので、そちらの方も何か感想とかありましたらよろしくお願いいたします。